Everyone, thank you for watching my channel. めこです。今日はぜひぜひ英語学習を始めて、そして英語学習が少しずつ習慣づいてきたあなたへのおすすめのアイデア。それはぜひですね、英語を使って体験する、または英語を感じることができるイベントに参加されてみてください。私は様々なネットワークで催しをされている英語を使っての体験会、またはイベントに積極的に参加するようにしています。例えばですね、英語を使って日本国内で買い物をする、英語が共通言語としてしか使えないマーケットに出かけて、実際に自分自身が学んできている英語を使ってアウトプットをしてコミュニケーションを取るというイベントに参加しています。または英語を使ってのクッキング、さまざまなイベントをですね、検索してみるとたくさんヒットすると思います。ぜひあなたの町の英語を使って参加できるイベントにぜひ近い将来参加されてみてください。いろいろな感性を動かしながら英語学習をもっともっと楽しくなることと思います。 Thank you for watching my channel. See you then.